こんにちは、カズです。今日はアブダビ空港に来ております。次のフライトまで約5時間ほど時間があるので、ラウンジホッピングをしたいと思います。プライオリティパスを使って入れるラウンジが2つ、ビジネスクラスのボーディングパスで入れるラウンジが2つあるので、どっちも行ってみたいなと思ってます。それではどんなラウンジでしょうか。行ってきます。エティハド航空の本拠地アブダビ空港にはラウンジが7つあり、そのうちの2つがプライオリティパスで入れるラウンジです。写真で見た感じは中東らしくキラキラしていてとてもゴージャスです。ラウンジが24時間空いてるというのは大変ありがたいです。今回はビジネスクラスでの旅行だったので、エティハド航空ファーストクラスラウンジは利用できませんでした。エティハド航空のエアバス380ファーストクラスに乗った時の動画で紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。アライバルラウンジはセキュリティの外にあるラウンジ、最後のラウンジはアメリカ行きのフライトのみに使えるラウンジです。プライオリティパスで入れるこちらアルダビラウンジです。行ってきます。2つあるプライオリティパスの中で大きい方のラウンジがこちらです。利用客がたくさんいましたが、それでも混み合ってる感じはしないぐらい広いラウンジでした。食事もプライオリティパスラウンジの中ではトップクラスと言ってもいいぐらい種類も多く質も良かったです。食べ過ぎ注意ですね。バーテンダーもいてドリンクを作ってくれます。プライオリティパスで入れるアルリームラウンジというラウンジです。先ほどのラウンジから徒歩20秒ぐらいに2つ目のプライオリティパスラウンジが位置しています。こちらの方が狭いので1人での旅行やカップルでなら OK ですが、子連れ旅行の場合は先ほどのラウンジの方がおすすめです。食事とドリンクは全く同じものが提供されています。多分同じキッチンで作られてるんだと思います。特にこのラム肉のカレーが美味しかったです。エティハド航空のビジネスクラスラウンジ2つあるんですけれども、1つはターミナル1、1つはターミナル3で、2つどう違うのかちょっと両方行って比較してみたいと思います。ターミナル1とターミナル3の間に面白いものを見つけました。この床を踏むと発電されて、その発電された電気が空港で利用されているという、そういったシステムのようです。アブダビ空港、夜10時ぐらいなんですけれども、すごい人がいます。エティハド航空ビジネスクラス2つあるんですけども、こちらの方が広いラウンジの方です。いやー、すごいです。このラウンジ、広さ、内装の豪華さ、食事のレベルの高さ、ファーストクラスラウンジに匹敵します。エティハド航空ビジネスクラスラウンジの中にキッズルームがあります。スパでのマッサージは別料金となりますが、スパがあるビジネスクラスラウンジという時点ですごいです。せっかくターミナル1まで来たのでシャワーを浴びたいと思います。食事は種類が多いだけではなく、プライオリティパスラウンジで提供されていたものに比べるとだいぶ美味しかったです。全種類制覇できないぐらい種類が豊富でした。中東系の料理とインド系料理がメインです。ラウンジにあるコーヒーってあまり美味しくないことが多いのですが、さすがエティハド航空、美味しいエスプレッソを飲んで眠気が一気に吹っ飛びました。
今言ったエティハド航空ビジネスクラスラウンジ、大きい方なんですけれども、これターミナル1にあるんですが、非常に大きくて利用客も少なくて、食べ物いっぱいあって美味しくて非常にいいラウンジです。ぜひアブダビ経由で旅行するときは利用してみてください。エティハド航空の大きい方のビジネスクラスラウンジがあった方がターミナル3でした。でターミナル1にあるところに今向かってるんですけれども、そっちのビジネスクラスラウンジは、ターミナル3に比べるとちょっと小さいと、そしてスパがないっていうのが大きな違いなようです。ターミナル3のビジネスクラスラウンジを小さくしてスパをなくした感じがこのラウンジです。とてもスタイリッシュで居心地のいいラウンジには変わりありません。ちゃんとキッズルームもありました。子供と一緒に利用する場合には非常に助かります。空港を歩き回ったので、とりあえずシャンパンで燃料補給したいと思います。ちなみにシャンパンはクリコでした。明らかにターミナル3のビジネスクラスラウンジの方が綺麗です。なのでシャワールームを使いたい場合はターミナル3にあるエティハド航空のビジネスクラスラウンジがおすすめです。せっかくなので本日2回目のシャワーを浴びることにしました。シャワー出て気づいたんですけど、ここの第一ターミナルにあるビジネスクラスのシャワールームにはドライヤーがありません。でアブダビ空港のラウンジホッピングの結果、どこが一番良かったのかっていうのを皆さんとシェアしたいと思います。まず、エティハド航空ラウンジがのビジネスクラス2つ、ターミナル1に1つとターミナル3に1つあるんですけれども、でターミナル3にある方が広く、そして綺麗で、食事も豊富でということで、エティハド航空のビジネスクラスラウンジはターミナル3にあるラウンジがおすすめです。ターミナル1は小さめです。でプライオリティラウンジで入れるラウンジなんですけれども、かなり食事も美味しいのでおすすめです。非常にいいラウンジホッピングになりました。皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。それではまた。